んかあるわけねえだろ。息してないって言ってんだから。東都新聞の記者柳瀬茜さんが違法薬物の過剰摂取で死亡した今回の事件、飲み直したと証言。宇和島がトイレから戻ってくると柳瀬茜さんの意識がなかったため通報。死因は薬物中毒によるショック死。亡くなった柳瀬茜さんは新聞記者で前はない。宇和島と一緒に彼女をマンションに連れ込んだ。あなたの指示で宇和島はお酒に薬物を混入させ、その隙にパソコンを奪おうとしたが、彼女は薬物の過剰摂取で倒れる。彼女をマンションに連れ込んだ。あの女を酔いつぶしてくれ。あなたは宇和島に強い酒を作るように指示して、茜さんを酔いつぶし、ノートパソコンを奪おうとした。しかし宇和島はあなたの意図しなかったところで酒に違法薬物を混ぜてしまう。それを飲んだ茜さんは薬物の過剰摂取、オーバードーズで倒れる。リカさんが救急車を呼ぼうとしたところ、ダメだ。この時通報していたら茜さんは助かっていたかもしれない。しかしこんなことが知られたら、あなたの政治生命はおしまい。あなたは通報しようとするリカさんを止めようとして、救急車呼んで。それはできない。あなたはリカさんを枕で窒息死させ